赤いリボンは、エイズに対する、戦いの象徴として、世界的に用いられている、アウェアネスリボンとは、臨場に折った、短い一辺のリボン、もしくは、それを描いた絵などで、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、その他、世界各地で、着用者が、社会運動、もしくは、社会問題に対して、さりげない支援や、賛同の声明を出す方法として使用されている。臨場に折った、 短い一辺のリボン、もしくはリボンを描いたものを着用し、社会運動に対してさりげない支援を表明する方法である。ヨーロッパで始まり、日本ではピンクリボンをきっかけに広まった。アウェアネスリボンの背景にある意味は、その色によって決まる。非常に多くの組織が支援か配慮のシンボルとしてのリボンを採用しているため、様々な運動が同じ色のリボンを用いる場合がある。 いくつかの運動は一つ以上の色によって表される。例えば、赤色、または、緑がかった青色は、薬物乱用を表すことがあり、紫、または、白は、アルツハイマー病を表すことがある。アウェアネスリボンは、衣服に、ピンで止められるか、車のアンテナのようなものの周りに結ばれる。より大きな運動が提起されている時には巨大な、 リボンが作られきや柱のようなものの周りに結ばれることがある。車の装飾品としてのアウェアネスリボンも存在する。これはノースカロライナ州キングにあるマグネットアメリカ社が生産した黄色の我らの軍を支援しようのリボンマグネットが成功を収めた後広く一般に広まったものである。国内外様々な運動が特定の色のリボンをシンボルに使っており、 以下は、その一例である。アウェアネスリボンの増加は、努力も時間もお金もかけず、見せかけの支援を人々に許すスラックティビズムの形であるとして批判された。コメディアンのジョージ・ガーリンは、ネタの中でスラックティビズムを公然と非難し、大弁を連想させる、茶色のリボンをつけることを提唱した。 abcdfghijklmnopqrstuvwxyz E aabacaddaaf agri ajakr アウェアネスリボンとは河内長野市人権協会 w w w k a w a c h i n a g a n o j i n k n j o i n u s j p 2021年11月14日閲覧 A. サポートアワートゥループスハットジャックサンティーノインザウェイクオブザガルフオーアンタイングザイエローリボンカルチュラルクリティークナンバー19ザエコノミズオブオーピアニッシモ97から117ハットザイエローリボンファンデーションイエスパーリンドブラム記念財団ありがとうございます